ストップ型 3D プリンターザ・マイクロ。ザ・マイクロはサッカーボールほどの超コンパクトな 3D プリンター。他社の 3D プリンターと比較しながらその特徴をご紹介します。比較ポイント1、大きさ。ザ・マイクロと通常の 3D プリンターを比べてみましょう。ザ・マイクロは一辺の長さ 18.5 センチ、重さ約1キロと超小型、超軽量。リビングにおいても違和感がありません。比較ポイント2、音の静かさ。造形時の音が気にならない家族に優しい静音設計。通常40から50デシベルと図書館や日中の静かな住宅地と同じレベルの動作音です。比較ポイント3、オートキャリブレーション。オートキャリブレーション機能付きなので、他社製品に見られるような細かい数値設定や難しい調整は一切不要。プラグ&プレイで初めての人でもすぐに始められます。専用ソフト、M3D ソフトウェアを使えば、完成済みのモデルデータをプリンターにドラッグするだけで、すぐに造形を開始できます。比較ポイント4、汎用フィラメントが使える。造形材質は ABS 樹脂、 PLA 樹脂のほか、カメレオン PLA やナイロンなどの新素材にも対応しています。外部ポートを装備しているため、標準 1.75mm の市販フィラメントも使用することができます。内部ポートも装備されており、カートリッジは本体に格納することが可能。場所を取らずすっきり使えます。その他、マイクロモーションチップによる自動平行調整機能、交換可能なプリントヘッド、温度を適切に保つセラミックヒーター搭載、自作アートをはじめ教育現場の学習教材、お子様のおもちゃなど、家族の夢が現実になる瞬間をザ・マイクロがお手伝いします。次はあなたが初めて使う 3D プリンターとして最適なザ・マイクロで、誰もが簡単に家庭でものづくりができる楽しみを味わう番です。